Kakarot! I will defeat you this day! Oh, I won't be losing this one, Vegeta! いかがだったでしょうか。まず本作はやはりシリーズの正当進化作品ですので、過去シリーズのいい点はそのままに残しており、引き続きドラゴンボールらしい縦横無尽でダイナミックな 3D アクションバトルをお楽しみいただけることを念頭に開発を進めております。ラッシュ攻撃や派生コンボによる近接格闘だけでなく、ドラゴンダッシュを使った高速移動や、ファンの皆様なら思わず懐かしんでいただけるような伝統のカウンターシステム、そしてさらには激しい肉弾戦や飛行波の打ち合いを楽しめるインパクトアクションなど、派手なバトルシステムはそのままに、バトルのやり込み要素だけではなく見ているだけでも楽しめるよう演出面にも気を配っています。アルティメットブラストはまさにそのうちの一つで、最新のプラットフォームだからこそ実現できるド派手演出となっています。このゲームで実現させたドラゴンボールらしいダイナミックかつ激しいバトルを存分にお楽しみいただけると嬉しいです。そしてシリーズとして大事にしている要素だけでなく、せっかくのゲームプレイ説明の機会なので、今作ならではの新要素もお伝えできればと思います。まず先ほど基本的なメカニクスはシリーズからその DNA を受け継いでいる旨をお伝えしましたが、ドラゴンボールアクションの爽快感やダイナミックなバトルを表現可能にするためにはどうしたらよいか議論を重ね、いくつかの変更や新要素を加えました。今回はその中から4つほど先ほどお見せしたバトルの映像を使用しながらお伝えできればと思います。大きな変更点としては、通常移動を高速化して前作のダッシュ相当のスピードにしつつ、
これまでダッシュとして使われていたボタンで瞬間的に高速で動くことができるショートダッシュを行えるようにしました。これによってより柔軟な移動や動きながらの攻撃など複雑なアクションが実現できるようになりました。ショートダッシュで相手の攻撃をかわしたり、動きつつため攻撃や機動攻撃につなげたり、ドラゴンダッシュにつなげて一気に大きく移動したりなど、プレイヤーのスタイルに合わせて様々なアクションができます。また基本アクションだけでなく、戦闘中に時間でたまるスキルストックを使ったアクションを追加しています。相手の攻撃を食らいながらも反撃するリベンジカウンターは、原作でもよく描かれているやられながらも攻撃を繰り出すような、よりドラゴンボールらしい高速な攻防が可能になるアクションです。さまざまな攻撃に備えて反撃ができる当て身技の超見極めでは、一部の気候波形のスキルをも弾き飛ばすことまでできるようになっています。いずれもスキルストックが必要量ないと発動できないもので、ドラゴンボールらしいアクションを楽しみながらも戦いの選択肢を広げて駆け引きの面白さを深める新要素となっております。さらに瞬時に接近して吸収できるバニシングアサルトというものを追加しています。発動には一定量の気が必要になりますが、これは遠距離攻撃をするか接近戦に持ち込むか悩ましい中距離における新たな選択肢としてきっとお楽しみいただけると思います。